誘拐の妖刀を村正が降臨したぜ。はい、イエーイイエーイ。じゃあやりますか。なんか、なんか前が見えないです。前ですか？気のせいじゃない？気のせい。大丈夫です。なんかめちゃくちゃ、なんでしょう、まあ行きましょう。はい、じゃあ募集します。はい、いいんじゃないですか。これ村正、これ難しくないですか？村正難しいっすよ。本当ですか？結構一歩間違えたらね、終わっちゃう感じなんで、はい、いや、じゃあちゃんとやります。しっかり。まぶしい。はい、見えないよ。はい、何も見えません。はい、ね、ちょっと一発でクリア行きましょう今日は。もちろんですよ。はい、俺らね、大体死にすぎなんですよ。いや、まあそうですよ。最近ね、死んでなんかおもろいみたいなのよくないですよ、ね。全然そういうのがね、はい、死んで面白いみたいな、ね、そういう笑いでよくない。一応真面目にやってるんですけどね。そうなんだよね。死んじゃうんですよ。僕4コンですね。4コンです。あ、しばらく暇ですね。眩しい。あ、眩しい。眩しい。直射に、あ、コイン拾えなかった。マジでいる？これ。俺のターン、なんですか？もう一応持ってんだけどさ。あ、え、あ、いいのあるじゃないですか。いる？眩しすぎて見えないんですよ。なんでだよ。あ、見える。はい、行きましょう。俺のターン。違う。え、私のターンです。あ、そうですよ。みんな待ってますよ、はい、私の登場を、はい、気のせいじゃないですよね、眩しいの。気のせいだよ。あら、倒した。あ、おめでとうございます。あれ、俺の番抜かされてません？え、次です、次。あ、なんかいかついな。え、これつけてても眩しいな。どうしよっかな。いや、見えました。え、どっちがボスですか、はい、これ。女の子。女の子はボスですか？とりあえずその、ロボットっぽいに下のやつカンカンして。あ、間違った。え、下カンカンですか？あ、カンカンじゃないの？無理ですよ、貫通ですもん。すいません。あ、何を。なんでタイムが、時間がなかったもん。なんてこと。時間がなかったんだもん。時間がなかったんだもん。いやー、眩しいな。こいつね、ロボットがね、はい、あ、これお金。やばいレーザー出すから、最初にこいつら殺す。あ、なるほど。うめ。あー、もう全然僕の番来ないですね。もうそれよりね、うん、この眩しさの原因は一体何なんでしょうね。ちょっと全然わかんないんで。いや、わかんないって言いながらサングラスかけてるじゃないですか、ファルコンさん。いや、俺全然気になんない。じゃあ外してくださいよ。いや、え、生き返った。生き返りますよ、このクソゾンビを倒す。あー、もうチカチカする。クソゾンビを倒…あ、左上のあいつを倒せばいいんですよね。はい、最初に言ってください。僕は倒しましたよ、それだったら。私が倒すのかなと思って。あ、ナイスです、はい、ナイスです、ナイスです、ナイス。お金、誰のターンだ、すごいね。私のターンですか。はい、お願いします。行きましょう。こっからが本領発揮です。ゾンビとか倒してください。ゾンビじゃない、ロボット任せてください。マックチャージ。オッケー、よし、まあ、いいじゃないですか。いいぞ、今日は真面目にいきましょう。はい、やった、見ましょう。まぶしい。はい、お、めっちゃ食らった。なんでグッジョブしたんですか。やばい、すいません。てか HP がやばいですよ。はい、いや、ハート育てといきましょうよ。え、待ってください、今何やられたんですか。眩しくてね、事の顛末がわからないんですよ、私。ロボットがめっちゃえぐいレーザーを出すんです。いや、もう終わりだな、これ。大丈夫です、あの、ハートが、ハート育てましょう、ハート。あ、やばい、その前に死んじゃいますよ、これ。いや、やばい、やばいですよ、いきなりやばいですよ。え、次、メテオスさん。次、あ、私だ。次、ファルコンさんですね。金、ハートが金になるから。はい、見えねえんだ、俺。え、あ、これ取ればいいんですね。はい、これ取れなかったら死にます。いや、取ってください。はい、もちろんよ。いけー、これは取ったぜ。ナイスです、ナイスでございますよ。やってくれました。じゃあ、ね、ここで僕のターンですね。はい、弱点を狙いたいとこですけども、ここね、村雨なんですけど、はい、クエスト村雨なんですけど、はい、村雨に僕のこの光の村雨は、はい、結構使えるんじゃないかなって。ああ、今見てました？倒してハート取りましたよ。はい、完璧です、はい、セルフジョブいただきました。まぶしい。なんで眩しいんだろうな。なんか分かんないですけど、今日やりづらいんですよ。やりづらいね、ちょっと、はい、ちょっとむずいっすね。これなんだ、こいつは木の村雨ですか。あ、俺ちょっとね、アホなことした。やらかしました。このゾンビ倒してください。ゾンビってどれですか。この左下の、ああ、キョンシーですか。キョンシーみたいなやつ、はい、こいつを振ればいいんですね。そう、モンスト用語で、はい、
まあ、いろんな属性の生き返らせるやつがいるんですよ。あ、それもゾンビって言うんですか。そう、総称してゾンビって言います。なんだそれは。よし、まずあいつをカンカンする人がね、倒した方がいいと思うんですよ、はい、私ですね。はい、最初にやっぱあの倒さないとダメですよね、どのコースでも、はい、これでいけるかな。よいしょ。いやー、仕留め損ねた。ナイスです。いけた、ナイスです。ナイスです、やったぜ、グッジョブ。こういう時にグッジョブ。イエーイ。うわ、出た、やばい、アップだ。俺はどうしよう、周りをとりあえず殺しますか。いや、 YouTube YouTube、 ちょっとこれ今、今日の俺似てない？お兄さんの方ですか。お兄さん。あ、そうです。モンスター飲んでちょっとテンションがね。あ、そうなんですよね、ブーストされてますよね。一人にごめん、ちょっと収録前にモンスター買って、はい、お、すごい、買ってくるわって。そうですよ、元気出すぎですよ、モンスター。そうですね、モンスター飲んでサングラス買うって。いや、めめめ、眩しい。はい、ここね。はい、あなた。はい、私忍者どれか一匹殺して。あ、忍者ハットリを振ればいいんですね。はい、任せてください。横勘で、横勘で。いや、俺カンカンなんないんですよ。シャキシャキでいいんで、シャキシャキで。シャキシャキでいいですか。シャキシャキで任せてください、はい、いきますよ。そんなシャ縦ですか、です、ね、横。いや、こんな感じでしょうね。はい、お願いしますよ。今日一回もキュインキュイン見捨てないですよ。あ、素晴らしいですよ。いや、でも知らなかったですね。え、忍者が死ななかったです。死ななかったですね。なんだろう、全然食らわない。やっぱ貫通はね、いい時と悪い時が、うん、そうなんですよね、激しいですよね。弱点狙いやすかったりするけど。あ、まあ倒した。いいですね。あ、いいですね。すごくナイスです。あ、いい、あ、いいですね。あ、いいわ。今の運が良かったです。あ、あ、あ、いい。ほんといいよ、これ。あ、眩しいな。眩しい。いや、このディズニーランドメガネがないかったら僕はね、もうできないですよ。あ、確かに。あ、怖いな、ここ怖いな。私、あ、もうストライクオッケー状態じゃないですか。幸せオンマンマインでさ。はい、あ、やべえ、ダメージウォールが出てますね。はい、今日で変えるけどね、前は。ナイスです、ナイスです、ありがとうございます。あとは雑魚敵を振れば、はい、あれか。ってあなたですよね。縦で、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 縦で感ですね。ほぼ90度で、ほぼ分かってます、任せてください。もうちょい、もうちょい。いや、これいけますよ、こんで。いや、もうちょい。あ、そっち、あ、いいっすね、いいっすね。2個殺すんですよ、俺。はい、最初から1個なんて見てないですよ。あ、素晴らしいっす、素晴らしいっす。よっしゃー、来た。あー、来てるね。いやー、上手くなってきてますね、やっぱね。ちょっと怖いわ。だんだんね、もう上手くなってきてますよ。もうほぼパラメータをマックスにしましたから、この本当ですね、進化した、あの、武者の工事さんのやつはね。はい、金圧。はい、弁慶ですけどね。金か、神化すると。金か、金ばっかりやな。金ばっかりやな、あんた。じゃあ神化すると村上春樹になるらしいんですよ、これ。そういうことだよ、もうついていけないわ。ノルウェーの森、ノルウェーの森。誰だ、誰のターンだ。そうですね、全然。お、なになにこれ。ダンス、ダンス、ダンスじゃないんですね。やばいやばいやばい、いっぱい出てきましたよ。大丈夫よ、落ち着いて対処すれば。やばいやばいやばい、決して勝てない相手じゃないです。いこいつ、いかついだけで弱いですね。いかついだけど、え、結構強いよ、こいつ。このあれですか、暴走族ですか。暴走族は初代暴走族、初代暴走族ちょっと厄介、もう瀕死状態ですね。ファルコンさんがまず初代暴走族を殺して、はい、右下の牛を殺しましょう。はい、じゃこうかな。そうです。ザコからお願いします。ナイスです。ザコからの考え方、ナイスです。よし、いいですね、多分いいよ。いいです。ハート育ててるし、ここでちょっとダメージ受けそうだけど。うわ、全然全然全然大丈夫。あいつ意外に強いですね。ハートを金にして、はい、とりあえずハート取らないようにしてください、ね、任せてください。いきますよ。はい、お願いします。キュインキュイン、あべ、キュインキュインめたー。やっちゃった。いや、いいんですよ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 。倒しましたから。あ、大丈夫ですね。はい、はい、やっちゃったな、やっちゃったよ、久しぶり。やべやべ、いやいやいや、まあ、次。あ、ハート取ってください、はい、ハート取ります。ちょっとやばいな、はい、HP やばいですよ。大丈夫、まあまあまあ大丈夫。まあね、まあ、スピクリは無理ですね。まあね、まあいいですよ。まあハート取れたんでね。はい、今日はね、アウェーで眩しいですが、はい、まあね、日本代表としてやってきましたから。誰なんですか。ザッケローにも言うてました。誰なんですか。ホンダです。あー、ホンダさん。あ、前のホンダです。あー、結構食らった。やばいやばいやばい、前のコメントにもホンダさんっていう、なんか、いやもうね、いただいて、そういうことだね。まあね、サポーターもね、気づいてましたが、はい、本田圭介と気づいてましたが、はい、まあ、ザッケローニにも言うときました。あー、やばい。立てて、立てて、立てて、まあ、任せてください、任せてください。なんで立ってないんですか。できれば、これクエスト、ここのステージクリアしたときに右端にいたいんだよね。
なるほど、はい、じゃあ俺はこの右端に色ってことですね。任せてください。よっしゃい、おらー、ナイスナイスナイス、あ、いいっすよ、あ、いいっすよ、いいっすよ、ナイスです。いや、センターに来てしまったな。いや、でもね、悪くない、悪くない、大丈夫です。OK です。いや、ちょっと悪いけど、悪くない、いや、悪くない、悪くない、いけるよ、いけるよ、 OK です、いけるよ、来ましたね。勝てるとこ来てるよ、勝てるとこ。まあね、あー、いいね、いいよ、これ。まあね、バーレーンの日差しは眩しいですから、サングラスは、はい、いいですね、あー、いいですよ、これ必要ですね、あー、いいですね、あれ、いいか、よくないかも。あきれも言うとました。え、あ、大丈夫です。まあ、普通のロボットに当てたかったけど、まあ、はい、いいです。いや、もうなんか目がチカチカしてきてダメです、私。マジか、あんま見えてないんですよ、さっきから。こいつの最初は何ですかね。え、クレーター的にメテオルで追い打ち、あなたで追い打ち。ちょっと、あ、いいですね、あ、いいですよ。いやいや、まんべんなくって感じですね、今のは。あ、いいですよ、強い、かっこいいな。はい、ちょっと待ってさ、俺の位置が、あ、やばい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 、ダメ。どうしよう、賭けに出ていいですか。はい、はい、いや、もうこいつを殺すことだけですよね。はい、ザコをほっといて。怖いな。ハート取ろうかと思ったけど、いや、それより俺の前を殺してほしかったんですよね。あ、やった、ありがとうございます。これ俺だけじゃなす、やったぜ。棚本は美味しいとこいただき、おっしゃ、いけますね。いきますよ、ストショーでいけますじゃないですか。僕のストショー強いですからね。ちょっと壁に一回反射して、いや、弱点に当たる感じで。いや、もう直接で殺します。いや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 、なんでやねん、なんで、直接で殺せますから。ちょっと微妙だよ、多分。見てください、シャーレイ、飛んでった、飛んでった。何がですか。おー、いや、村上さん、あー、宝箱、お宝ゲットやったー、やったぜ、イエーイ。まあね、眩しいことはさて置いといて、よかったですよ、結果として。あー、村サメさん落ちたじゃないですか、一応卵。あ、本当ですか。はい、やった、春サメ、麻婆春サメオンライン、なんだかクリアできましたね。いや、まあ、ちょっと危なかったですけど、ね、危なかったですけど、はい、まあまあまあできました。最後の僕が良かったですね。そうですね、はい、ストライクショット決まりました。はい、はい、ナイスストライクショット。はい、というわけで今回は村サメを倒したブンハロー YouTube。 はい、どっちかというとデカケンさん。まあ、ここ絶対いらないとこだよね。これ何ですか、これ。もうやめましょう、もう、はい、閉めましょう、閉めましょう。もう目がチカチカしますわ、もう。閉めましょう、閉めましょう、はい、というわけでございまして、はい、両党のなんとか村雨でございました。はい、ありがとうございました。それじゃ、またな。